그래서 안 잔 거야 결국? 아니 안 잔 게 아니라 못 잔. 女子トーク炸裂。グルメな女子3人が時に甘く時にほろ苦いそれぞれの恋愛エピソードを赤裸々に語る。元ハニストのキムチョルミンが完璧男子を講演。3人は美味しそうに食べる料理にも注目。青春ラブストーリー一口だけ12月14日スタート。